よし、じゃあどんな目標またじゃあ、設定変更次第英国外伝大会始めたいと思います。あった？あ、ほんと？いいね、このゲーム。作ってる人が神ですね。やはり流行スタッフは違いますね。これ見てる、流行外伝作った人とか、流行2作った人、ちょっと、話が聞きたいんで、ぜひもう SNK さんにどうせいないですよね。ぜひ、帝に連絡ください。こんなに好きな人がいるんですよ。話聞きたいじゃない。どういう思いで作ったのかとか、ミッキーは何なのかとかさ、聞きたいから、ぜひ、帝に連絡ください。もう神様として崇めさせていただきますので、流行外伝流行の剣通開発特賞やりましょうよ。今年帝で見てる人は、見てる開発者の方、ぜひ帝にアポを取ってください。よろしくお願いします。もう神様として崇めさせていただきますので、よろしくお願いします。よし、じゃあ準備は整ったな。というわけで、新春一発目、流行外伝大会始めます。始めまーす。さあ、いきなり決勝戦みたいな試合、 THR とソイヤー1回戦じゃんけんして席を決めるんだ。先ほどの決勝戦、いきなり1回戦で激突。ワンピーがはミスター流行の剣、このゲームはワンピーツーピー変わらないですか？関係ないですね、おそらく。 THR が、あ、そうなんだ。へえ、キャラによってツーピーが有利だったりするらしい。ワンピーがはすごい男、 THR、そして 2P、アウトオブファイターソイヤのロバート、どっちが浮かされて、転がされて、超圧、安かった。足払いを、浮かされて、おっと、ビートナックルかぶさって、頭突きから浮かされて、何も入らない、安かった。THR、若干調子が悪いか、おダッシュ、しか打って2段蹴り、ソイヤ、しっかり決めていくアウトオブファイター、回転ミス、かわすが、チョップが入って、浮かされて、ここは、膝蹴り、入って、じゃギロチンドロップ入って、まずは THR、一本選手。二段蹴りね、まず出してて襲撃の浮かされて、浮かされて死ぬまであるぞ。そこから半月弾、半月弾しっかり決めていく。ビートナックル浮かされて、さあソイヤのタイムが来た。しっかりコンボ決めていく。昭和さん、なんで流撃剣大キングに決めて、ワンツー決めて、まずは一歩取り返すソイヤ。いきなり決勝戦の良さ、ビートナックル入っちゃって、ちょっと安かった、蹴って、さあギャランドキック、ギャランドキックを挟んで、ね、半月残と、半月残ワンコンボしっかり決まっていく。ソイヤ体力ねえけど、お互い気力満タン、勝て、浮かされて死んだかったのは THR。 まずは再生曲、1回戦突破おめでとう。いやでもこの時のショーさ、片側で 0-2 動いててさ、 SNK これじゃん目玉、全然人いなくてさ。でも俺もう流行の件好きだからさ、どうですかって聞かれて、最高ですと親指返した記憶がありますけど、すげえ喜んでたよ。SNK の人すっげえ、これで 0-2 だから3時間ぐらい待たねえと遊べなかったのにさ、こいつ超遊び放題。まあいいや。さあ、ワンピータケヤン 2P4126、 さあ4126、ザンクルを無双剣で俺が行くんだ武道館と今年叫んでくれた4126。ロバート使って 2P 叫んだな、池田さんとか。ワンピータケヤン、何でしたっけこいつ、ワンコーワンコーさんですね。ペリカン、ペリカン親父、ペリカン親父、ワンちゃんを使っている。さあここはうまくいなして、ギャランドゥキの起き上がりから、しかしこう浮かされて75式、75式回で浮かされてダウン攻撃までしっかり食らってしまった。おっとビートナックルの手がかりを潰していくのはタケヤン、やり込んでる。おビートナックルガードして中断、おっとここ下段スラントを入れていくのは4126、ヒエンシップ、あった垂直ジャンプ大キックが待っていた。まずはタケヤン一本選手、さあ2本目ビートナックルを、バレてた、バレてきた、半角を決められて、ジャンプ攻撃はしっかりガード、足払いからの連続技、ビートナックル中段しっかりガード、足払いからジャンプ攻撃、おっと重ねて、コンボが待っている。75式回ダウン攻撃しっかり入っていく。ここはギャランドゥにならざるを得ないのか、4116ダウンされて、足払い起き上がり攻撃でしょうか、足払い下段を決めていく。ローレット足払いからの、あー重ねて、なんだこのヘリ、竹山まず順当に1回戦突破おめでとう。じゃあ、ゴーダくん 1PA、そして、ユクトくん 2PA。さあ、まさかここでの、ブリキ勢対決が実現ということで。これで、プレイヤー VS プレイヤー、お選びね。さあ、苦しいね、ゴーダ。超人オリンピック、冬季超人オリンピック、ブリキの種目、取った。クリスティーネが、ワイラーロバート、そしてワイラーがユクト、ブロリーですよ、ブロリー。ドラゴンボール Z の映画に。ショー、危ない危ない、死ぬ。ドラゴンボール Z の世界から乱入してきたブロリー、2PA。ブロリーが浮かして、おっとここはダウン、真っ赤か、
どうするクリスティネ、遊撃を飛べない、飛び越えない、ジャンプ行くみたいな、おっと今度はかわしてキックが待っていた、ジャンプ引く、ジャンプ引くみたいなね。さあここはロバート、しっかりクリスティネボーダー行くと締め上げて、いいポゼッシュ。さあ2本目、もうはちゃめちゃな攻撃、ブロリー、ショーパー、さあショーパー、ショーパー、おっとここはダウン攻撃、すかしてしまった、またも中段を挟んでエルボー、ショーパーショーパーショーパー、はい、おっとかかととして、おっとギャランドキック見せていく、キックから浮かされて、こかされているのはショーパーショーパー、あーシル危なかった、今安かったですね、おっと裏剣で浮かして、なぜか垂直に飛ぶ、垂直にニューコラーム、ニューコラーム、これはゴーダ強い、やり込んでる、お見事、一瞬の隙に前回ブリキ大会を取った超人オリンピックタイトラー、クリスティーネ和田行かせとおめでとう。したら水THR ですね。さあ THR 流子勢が散々立ちはだかる。2回目は水ビッグ、ミスター流子の剣としては負けられない戦いが続きます。 1P 流子の剣2第2回大会優勝者、幼稚園の頃から流子の剣2にたしなむ水ビッグ 1P 2P ザ・ホームランこと甲府のミスター流子の剣 2P、ロバートを使っているのはミズビッグ、そして 2P が THR はすごい男、どうなる、どうなる、さあ浮かされて、さあ回転キックから半月、あのねワンコンボであのヘリだぜお前、ひどいゲームだな。さあ超アタさんで冷やしっくりしっかりかと、まずはそのまま反撃確定だったのかな、今感覚を決めていく、今の冷やしっくりが不用意だったかもしれませんね。さあ水ビッグ浮いて、あーまた7割コンボが開いていく、ずもう半分減って、半分減って、また続いてる方死んでしまった、 THR 強い、水ビッグものともせず準決勝進出、おめでとう。したらケームと池野さんですね、じゃあ俺ですね、ケーム君いますか、ケーム君、ケーム君、プレイヤー VS プレイヤーを選んで、ワンピー側にリオ坂崎、妙に腰の帯の位置が高いリオ坂崎、ジャージのようだ、に対してケーム、ケームではワイラー、ショーパンからのコンパが目の音、おっといきなりハリケーンアンパー、最後半分浮かされて、浮かされて、おっとやっとうまい、やってるっぽい、吉見から画面が上位詰まって、と目の奥、なんと残裂剣空振ってないな、挑発で、カリキャッパーすげえ減って、なんだこのゲームは、トイチ大丈夫なのかこのゲーム、と残裂剣空振ってところに挑発で、ハリキャッパー1本目は残裂剣が2回空振ってしまった、いきなり目の奥、流骨2のゲーム、残裂剣あってすっかりいい気分になってんのか、と酒、あ酒なんかあるんだ、とコーパーカーラのコンボを失敗して、そして今時っぽい感じの言葉を使えばコーパーコーパーコーパーパコパコ言ってんじゃねえよと、蹴りからおいしい、おっとパワーゲイザーみたいに出たけど、どうすかされて、結局パコパコされて、なんだあの火力はじゃあケイマーに一回戦突破おめでとう。やはりブロリーには勝てないのか、やっぱダメですね、リュウだとこのゲームは。じゃあ次、ブリキ24、あ違うか、ブリキ24、ブリキ24とタケラ、ワンピガはブリキ勢のブリキ24、そろそろブリキ24、他ゲームでも結果が欲しいところ、ワンピへ、スーピー、タケヤンのペリカン親父、さあ萌えの最前線を選んでいくブリキ24、俺だって女ぐらい使えるよと、かすみちゃんを選択、さあワンコーさん、竹谷一回左こかされて、おっと裏切ったところ、おっとコンボチャンスやってる、半分減った、と重ね当て、重ね当て、重ね当てを重ねていく、しかし浮かされて、ジャンプ頭突きはしっかりガード、おっと技が交錯して、相打ち、キックからのコンボ、しかし下段、おおよく読んだ、ガードしていく、ちょっと待って、ちょっと待って、重ねて呼ばれて浮かされて、死ぬのか、死ぬのか、どうなんだ、おっと裏だ、チョイスと、戦った、ブリキ24落ち着いている。女の子を使っていくブリキ、おっとジャンプ 2発当たるんだ、ね、で重なって重なってガードが甘かった、重なってしまった、タケヤン後がないぞ、半分減らされている状況、どうするジャンプに近寄って裏に回って浮かしていくな、タケヤンしっかりコンボ75サーブを誘致、バーチル決めていく、さあお互い同じぐらい、どうする足からガードエンド技浮かしてダウン攻撃、マックスなのはブリキ24、さあ何かを狙っているか、画面を少し距離を取ってお互い様子を見ている状況、近寄ったのはブリキ24、霞
ッキックって打たせて、ダウンコイキここをやめる、起き上がりそのまま待ったから、ダイキックが待っていた、拒否ましたね。まずは1本取り返す、何が萌えだと。おっと、ここがジャンプからの連続技、しっかり入っていくがダウンまでは入らない。しばらく動かしてキック、連続技、しっかりガード、待ってる、ショーパン、ヤフーパン、ヤスヤスみたいな、反感攻撃、ショーパン一発で済まされてしまう、再開されて、さあ後がないぞ、ブリキ24、真っ赤か、朝ね当て、朝ね当て、浮かされて、ダウン攻撃、竹谷落ち着いて、大勝利、おめでとう。いやー、かすみちゃん残念でしたね、ブリキ24、ありがとうございました。準決勝、どうなる。さあすごい男がワンピーで、そしてクリスティーヌ何ですかさっけ、あ、ロバート、さあどうなる、さあいきなりロバートとしか戦ってない、そうです、ロバートとしか戦ってない7割、はいはい、はい、半月残、はい7割みたいな、どんなゲームだ、返していくクリスティーヌ、7割ヘロッと、おっと有名人が出ましたね、シータシータこのゲームやばいだろ、なんでこれいけない、なんだこのゲーム、なんで池田さんこれでオッケーみたいな、グッジョブみたいなの出したんですよ、こんな。本当だよね。ショーの時にダメ出しとけばよかったんですよ。ダメ出しだよね、これで。さあ、苦しいで悔しい。7割2回食らって、こっちのコンボ入らなくて。あっと食らってからの。で7割。あっという間に。ああ、また終わったみたいな感じ。あ、まだ大丈夫だ。苦しいで諦めた。裏剣で浮かして。だから、元ギャランドキックがなかった。回転キックで、決勝進出は、THR。すごい男はやはりすごかった。お見事。先ほどブロリーを使ってきた KM&1P、 そしてタケヤン、地味に強い差し合いを龍語外伝で差し合いの世界、ストリートファイターの世界にいざなう、ワンを使ってタケヤン 2P へ、シャア専用イデアカラーを使っていくタケヤン、さあどうする、始まりかな、あーやられた、ハリケーンやっぱり、あれあのヘリ、あのヘリ半分減らされた。さあゲーム、ハリケーンアッパーを覚えたブロリー、あーまたシールか、アップな、安かった、シュガーラッシュ、ここで見せてしまったハリケーパー、どうする、動かされて死んだ、死んだ、何もいいところ出したけや、一本奪われる、 KM 優勝リーチか、どうなんだ、やはりここでも悪魔の強さを見せていく KM、 ホームランの恨みは伊達じゃないですね、ホームランの恨みは伊達じゃない、俺だって打ちたかったよと、俺だって打ちたかったよと、なんで3番も俺は使ってるんだと、冗談じゃないよと、竹山を攻めていく、ワンツーパンチ、ちょっと12月だからって、年末だからって財布の紐緩んじゃったよと、緩んじゃったよと、年末ジャンボ宝くじならぬ年末ジャンボジャンボラみたいなああショーパンショーパンショーパンで、竹山このやり込みを変えて勝ったのはゲーム何もいいところなく竹山を封印していった、ゲームの強さを見たぞ、いやー、この決勝戦ですね、ザ・ホームラン、ザ・3万円、100円で T シャツを持って帰る THR か、3万払ってあと T シャツをもらったゲームか、どっちが強いんだ、 1P THR のすごい男、 2P ゲームのブロリー、始めてくれ、決勝戦始めまーす、ゆうこの剣、今年最初の最強の男が決まる、リコ回転、おあー浮かされた、危ねえ、安かったゲーム、ここは安かったあと7割コンボ来るか、しっかり挑発、必殺技を封印していくのは THR、 ハリケーパー、一発であるヘリ、スクリューアッパーが当たったのかのぐらいのヘリ、目の覚めるスクリューアッパー、パンチ浮かせる、頭突きで近寄ったところにワンツーを決めていくのはゲーム、名前の恨み、離させて、音飛ばない、ハリケーパー、あー死んだ死んだ、少々で、少々今風に言えばコパコパコパ、ショーパンだろ、コパってなんだって、コパコパ攻撃、まず一本選手はブロリー、優勝リーチ、さあゲーム、3万円の恨み晴らせるか、しかし足払いからの連携、しっかり決めていく THL、 落ち着いて距離を取って差し合いに持っていく、様子見ね、タイトルね、おーっと危ない危ない危ない、安かった、挑発で一応確定か、足払い、あーっとあぶね、お互い卒のない攻め、下段は食らっても死なないよと、そうです、下段ゲーム捨ててる感じがしますね、基本的に立ってます、立ったままですね、下段は捨ててます、おっとここでやっちゃったか、やっちゃったか、やっちゃったー、マッスルスパークが決まるか、どうなんだ、危なかった、未完成マッスルスパーク、ギリギリ足払い、下段を捨てているよお前はと、しっかり一本取り返す THR、どうなる、いちいち近寄って、お互い何もしない、足払いから、本当にこいつ下段捨ててますね、どーっと立ったまま、
危ない技を捨てていく、まま、K 段から2段決めて7割減らされているのはゲーム、あーっとやばいやっちゃった、危ない危ない、未完成のままスルスパーが途中で終わり、下段をしっかりここだガード、俺だって成長、あー引いた引いた、やったのはゲーム、なんでてめえは3000円で T シャツ何枚持ってってんだよと、何枚 T シャツ持ってるんだよ、こっちは3万円で1枚だぞと、やはりホームラン競争の戦いはここで一つ決着を見たのか、ゲーム優勝を見るとは見なくちゃ、いやーホームラン競争の恨みを晴らしましたね、晴らしましたね、ある意味リベンジ達成ということ で、ね、じゃあゲームちょっと一言いただいてよろしいですか、ありがとうございます、おめでとうございます、どうですか宿敵、宿敵 TH はザ・ホームランを倒した感想は、カカロットって感じですねありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございました、じゃあ優勝者賞品小さいつづらです、小さいつづらの福袋を差し上げています、おめでとうございます、何が出るかなと、何が出る、開けてみてください、よかったら何が出るのか、何が出るのか、今年一発目流行外伝大会、服が詰まってるのか、服が詰まってるのか、どうなんだ、何か出てきたぞ、なんだこれ、ナオミのソフトか、ナオミのソフトか、モンキーボール、そしてトライフォースのバーチャストライカー2000に、あとじゃがりこいらねーおめでとうございます、全部ソフトとかソフトだ、しかもモンキーボールこれ、あーありますね、ちゃんとキッチンポありますね、ナオミ買えば遊べますよ、ナオミ買えば遊べます、ナオミ買えば遊べます、ナオミだけじゃでも遊べないですよね、遊べないですね、筐体なんで、レバーがないと遊べませんけどね、まあどうにかして活用していただいて、流行外伝の修行に、勤しんでほしいですね、KM にはね、ありがとうございました、てなてなわけでございまして、今年一発目の、まあ、査定マッチですね、次回の超人オリンピック4月に予定してますが、流行外伝が入るのか流行の件2が入るのかというところで、いろいろ今後も続けていって査定をしていきたいかと思います、本当にね、こんなに今日は集まっていただいてありがとうございました、みんなに拍手、流行勢にみんなに拍手、みんな明日からは通常営業だぞ、明日から通常営業だぞ、もう正月気分は今日で終わりだ、今日で終わりだ、流行の件2のことだけ考えろということで2014年もどうか流行の件シリーズをね、よろしくお願いします、まあ先ほどちょっと言った通り、親父だらけの流行の件シリーズ大会をやってですね、あのユーザーを増やす努力も店の方も一生懸命やっていくので、どうか今後とも帝の流行の件シリーズをよろしくお願いします、というわけで新春一発目ダブルメインイベント流行通大会&流行外伝大会以上終了です、ありがとうございました、ありがとうございました、まあお疲れ様でした、まあよかったら野試合の方ね、時間が許す限り遊んで帰ってください、ありがとうございました、今後ともよろしくお願いします。